こんにちは、花坂じさんです。今日はね、エボルブルス、通称アメリカンブルーをね、キーボードして超満開にする4つの方をね、皆さんに伝えたいと思います。特性はね、常緑性で開花期が非常に長い花なんですね。で、特徴はね、初夏から秋遅くまで小さな星形の花がね、密集して咲く熱帯性低木なんですね。それでは早速切り戻しを始めたいと思いますが、切り戻しは何のためにやるかということですね。形が悪くなって形を整えるとか、ちょっと元気がないなとかですね。まあ、株の活性化を図るために、やります。で、切り方なんですけども、鉢から出てるところ全部切り落とします。そしてね、こう、丸くなるような感じ、どこから見ても丸くなるような感じでね、カットしていきたいな。そしたらね、丸く、よくどこからでも見えるように咲いてくれますんでね、それでやっていきたいなというふうに思います。まず鉢の縁をね、縁の外側でカットしていきます。ハサミを入れていきます。ね。まず一周ぐるっといきますね。鉢から出てるところをカットします。結構ね、咲いてくれたんですね。非常にね、朝が爽やかな花を咲かしてくれますんでね。今日も一部咲いてますけど。はい。今日たまたまね、あんまり多く咲いてないですけど、いつもね、たくさんの花を咲かせてくれてます。長かった一周できましたね。だいぶ短くなりましたけどね。あと真ん中の方へ、丸くなるような感じでカットしていきたいなと思います。はい。だいたい丸くなりましたかね。はい。こんな感じでね、カットしました。ね。ちょっとここはね、成長が伸びてないですけど、こっち側がね、少し空いてますけどね。はい。そして、芽はね、カットしますね。一番先に芽が出てるところをカットします。はい、
まずね、カットしたらどうするかというと、こういったもので消毒をやりますね。虫病気の予防と切り口の消毒ですね。まず株元から消毒をやって、切り口を重点的に消毒をやります。で、消毒をしたらですね、肥料を入れてください。まあ、切り戻しとかね、摘心をしたらね、こういった加工性肥料をね、あげてください。パワーが必要ですからね。こういった、固形状のものですね。これをね、鉢の、ごめんなさい、鉢じゃない。株の一番、上から一番遠いところにね、埋めます。なんで株の一番遠いところかというと、根に負担が来ないからですね。できたら埋めますね。転ばないようにね。もうこれでもいい方はそのまま置いたらいいですよね。鉢の内側に肥料をあげてください。そしたらね、切り戻しの完了ということになります。引き続きね、超満開にする4つの方法を伝えたいと思います。4つの方法。1つ目何かというと、栽培環境なんですね。このエブルブルス、アメリカンブルーはですね、日当たりが良く水はけの良い場所で育てます。二つ目、水やりです。水やりはですね、涼しい時間帯にね、乾いたらたっぷりやるということですね。葉の上からね、全体にやります。で、過湿をね、嫌いますので、乾燥気味に育ててください。三つ目、肥料です。生育中はね、観光性肥料か液体肥料をね、定期的にあげてください。で、肥料切れはね、注意してください。四つ目、何かというと、摘心なんですね。今日は切り戻しをやりましたが、摘心をね、やってください。このままでもね、あらかた咲くんですよ。満開にはなります。でもね、超満開はちょっと無理かと思うんですね。ですから、もう一回摘心をやると超満開になります。超満開にしたい方はもう一回摘心をやる。そうではないから満開だけでいいやってことはそのまま育てるということですね。そしたら満開になりますのでね、ぜひ皆さんチャレンジしてほしいなというふうに思います。今日はね、エボルブルス、アメリカンブルーを切り戻しました。花咲かじいさんと一緒にね、超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。もう本当感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますからね、ピッとね、クリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。